はい、欧州漢受験生の皆さん、こんにちは。今日はね、欧州漢作文必勝法、これについてね、お話ししようかなと思います。欧州漢作文必勝法ということね。欧州漢ではね、1000点満点のうち200点、まあ作文が出題されるわけですけれども、作文がね、実はね、一番点差がつく科目なんですね。まあ適正試験、作文試験、報告書試験、まあ報告書試験というか、まあ報告書ありますけれどもね。なんで点差がつくかっていうとね、500文字以上600文字未満っていうのが欧州漢の作文の出題です。で、500文字未満だと、500文字以上書かないと、そもそも採点の対象にならないという、まあ0点であるということなんですよ。だから、1400人、500人ぐらい受験生がいる中で、まあ約半分の子は、書けないと。500文字にいかないというような時代に、まあ近年の欧州漢の作文はなってます。というのも、まあ逆さ地図が出たりとか、結構大学受験での小論文で問われるようなテーマっていうのが出たりして、非常にね、書きにくいということなんですね、欧州漢の作文は。初年度は未来の学校とか出たじゃないですか。これね、誰でも書ける、とりあえず500文字以上。そういう欧州漢の作文のテーマではなくなってるっていうことなんですね、近年は。まあ、非常に難しいと。じゃあ、難しい作文が出たらどうすればいいのかと。まあ、ますますテーマとしては難しい問題が出るんです、欧州漢は、作文が。なんでかわかりますよね。受験生が多くなってますから、採点をするのが大変なんです。まあ、適正試験以上に大変です、作文は。もう何倍も作文は、適正に比べると、採点の手間がかかるということで、極力、足切りになるような、500文字以下になるようなテーマで問われるんですね。で、何を書いていいかわからないというようなことが生じるわけです。で、勢いで書いてもね、400文字ぐらいで止まります、勢いで書いたものは。500文字以上いきません。で、できれば500ギリギリじゃなくて600ギリギリまで作文は書いてほしいわけですよ。やっぱり印象がだいぶ違うということね。じゃあ、欧州漢作文必勝法っていうことで、どうすれば必ず500文字以上600文字未満書けるのか、まあ、600にできるだけ近づけられるのかということなんですね。で、まず欧州漢の作文の出題のテーマとしてはどういうものがあるのかというとね、まあ僕はね、数年前から欧州漢の作文はこれだっつってるんですね。一つのものが、複数の形に見える、これをね、まあ僕はね、まあ数年前から言い続けてました。欧州漢の作文はね、一つのものが複数の形に見える、これがね、出題の基本であると言い続けてたんですね。で、これをね、欧州漢のね、先生はね、適正報告勉強会でね、欧州漢の作文とはこういうものですと言ってます。なんて言ったかっていうと、ごめんなさい、消します。なんて言ったか、みんな知ってます？ものの見方は一つではない、まあ、これはね、欧州漢の先生がおっしゃってるんでね、まあ言ってること一緒でしょ。一つのものが複数の形に見える、一つのものがいろんなものに見える、ものの見方は一つじゃないと、まあ、裏を返して表裏一体で同じこと言ってるわけですね。これがね、欧州漢の問題、作文のテーマで根本的に問われている一番のメッセージなんですね。必ず問題が出たら、一つのものが複数の形に見える、ものの見方が一つじゃないっていう風な原理原則に基づいてください。まあ過去見ても逆さ地図も、そう、顔ってね、なんていうのもありましたよね。その他何があったっけ、水の形とかさ、あとアナログ時計とデジタル時計とかさ、ご飯の写真のようもね、ほかほかご飯と冷やご飯の違い見えたりとかね、まあ、おかげさまでっていう言葉も3つの場面に応じて、同じ言葉なんだけども、ありがとうっていうね、あの3枚の絵の中で真ん中はさ、サラリーマンの人がここに握手しながらさ、おかげさまでプレゼンがうまくいきましたみたいな感じでね、発表会がっていうのもあれば、一番上と一番下はさ、しばらく会ってないのに、おじいちゃんと子供だったかな、大きくなったねとか、お元気でしたかっていうのも、しばらく会ってもいないのに、おかげさまでっていう、ありがとうのメッセージがないにもかかわらず、挨拶みたいに使われると。同じ言葉でも使われる状況によって違う。一つのものが複数の形に見える、ものの見方は一つではないっていうもの
これがね、出題の欧州館の一番の、ね、メッセージなんです。でこの根本原理に基づいて書いていけばいいんです。ですので今後欧州館の作文のどんな難しい問題が出たとしても必ず写真に出ているもの、言葉に出ているもの、それをいろんな場面で捉えて考えてほしい。例えばさ、日本地図ってわーっとあるじゃないですか、はい、四国があって九州があって、まあ、沖縄があります、まあ、こんな絵ですよね。で東京ってどこだ、ここだよね、東京、はい、東京です。北海道の人からしたらどう、東京って左下にあるんだよね。九州の人から見たら右上にあるわけ。新潟の人から見たら東京って下にあるでしょ。東京の位置ってどこって言ったら、新潟の人は下の方って言うんだよ。北海道の人は左下の方って言うわけ。九州の人は右上の方、北上していくぞなんていうわけね。みんな東京の見方も違うわけですね。逆さ地図もそうだったでしょ。同じ地図を見て自分の立ち位置によって違うわけ。うん、こういうことが言えるわけ。つまり同じ東京っていうものでもね、見方は一つじゃないと。簡単なことなんだけれども、答えを知ればね。でもこれをどんな状況でも使えるかということなんですね。でこれを使えるようにしていくためには、実は欧州館が求める生徒像っていうのがあるんですね。この3つの視点を持ってほしい。一つは思いやりですね。もう一つは感謝と、もう一つはリーダー性。はい、この3つが欧州館が求める生徒像なんですね。思いやり、感謝、リーダー性。これを、この3つの視点をね、持っていただいて、これをフィルターのように使ってほしい。フィルターのように使ってほしい。自分の主張を書く上で。一つのものが複数に見るためのフィルター、メガネですね。メガネです。じゃあ、思いやりってどういうことって。これはね、相手の立場に立つということ。これを使う人ってどんな気持ちになって使ってくれるんだろうとか、これを受け止める人ってどういうふうに感じるんだろうとか、相手の立場に立って思いやりを持って接すれば複数の目が見えてくるということなんです。で、そうに思いやりを持った行動をすると相手から何て言われますか？ありがとうって、感謝言われるんですね。これは相手の立場に立って感謝される、ありがとうということでね、相手のことを思ったことに対するまあレスポンスっていうかね、逆にありがとうって言われるためにはどうすればいいのと、相手の立場に立って考えてあげるっていうことが重要でしょ。つまりこの思いやりと感謝っていうのは表裏一体なんですね。表と裏なんですね。表裏一体。これ裏ってちょっとね、ごめんね。はい、表裏一体。ちょっとね、汚い字になっちゃったけど。ここね、表と裏なんです。表と裏。そう、次リーダー性。これは自分の意見、主張なんだよね。右に行くぞ、左に行くぞ、こうにするぞ、ああにするぞってリーダーのね、主張だよね、意見だよね。これを一方的に言いまくってたらこれは嫌なリーダーですよ。いい意見とは言えない、いい論文とは言えないということなの。で、作文っていうのはまあ二元対立で書かなきゃいけないっていうのが論文の基本なの。まあ作文って書いてあるんだけれども、欧州館はね、作文ってあるんだけど、実は作文の試験ではありません。はい、何の試験なんだ、まあ、論文試験なんだよね。ただまあ公立の学校なんで、表だって論文とは言えないよね。ただ
一応聞かれてるのは論文試験と、うん、単なる学校作文ではない。作文と論文の違いっていうのはね、うん、作文っていうのは、まあ、一方的なんですね。一方的読書感想文とかね、社会科見学の感想文とかね、うん、日記とかね、僕はこう思った、ああ思ったっていうこと一方的に言ってるのが論文。あ、ごめんなさい、作文。論文っていうのは二元対立なんですね。二元対立って何って、相手の立場、相手の意見を取り入れる、まあ受け入れる、この思考が重要なんですね。うん、ね、思いやり、相手の立場に立って、これをフィルターだよね。思いやり、感謝、リーダーって思いやりを持って、相手の立場に立って、相手はこういうふうに考える人もいるかもしれない、反対意見、なぜならこういうふうな場面で起こり得るだろう、そうすると相手はありがとうって満足してくれるだろうっていう反対意見を書きます。でも相手に受けして同調するわけじゃなくて、最後リーダー性、自分の主張をそこから言って、うん、しかしと、確かにしかし構文っていうのがあるわけよ。確かにしかし構文ね、確かに相手の意見は分かる、こうであると、なぜならこうだから、しかしこうじゃないかっていう自分の主張、自分を出してみてください。これなぜならこうだからと、自分の体験意見、ここに体験談を入れていくんだよ。これ確かにしかし構文とかね、これ大学受験の論文でね使われるんですけど、まあこういう勉強してる人はね大学行くときいいよね、非常にね、これで体験談をまとめる。で最初に自分の主張と一番最後の結論、まあ序論、本論、結論ってあると思うんだけれども、序論で書いたものをもう一度再度念押して結論で自分の主張を書けばいいと。これがまあリーダー性問われてるわけ。うん、5週間作品必勝法、何を言いたかったかっていうとね、文章の構成が重要だよっていうことなんだよ。構成、序論、本論、結論で作文の文章を作っていくわけですけれども、うん、物の見方が一つじゃない、一つのものは複数の形に見えると、まずこれが出題の基本。必ずね、今後ね、ますますテーマが難しい、捉えにくいような問題が出ます。でも必ずね、3枚絵とかを模してるんだったら1枚の絵が分かればね、あとの2枚が分かんなくても多分いけます。なぜならそれと同じものだから、うん、複数の形に見えてるだけなんで。で、物の見方一つじゃないっていう結論に持っていくんだけれども、その時にフィルターとして思いやり、感謝、リーダー性っていうね、応習感が求める生徒像、このフィルターで、フィルターの眼鏡を通して見てね、相手の立場に立ってありがとうって感謝されるような意見っていうのをね書いていくといいよと。で、最後はリーダー性、主張であるということだね。このあたりをね、捉えて、書いていってくれれば、途中で、500文字未満になることはないんじゃないかなと。少なくとも5週間の塾生ね、みんなね、作文かなりね、得意としてる、5週間の方が一番強い科目なんじゃないかなと思ってます。この一つのものが複数の形に見える、ものの見方が一つではない、この精神でね、欧州間作文必勝法乗り切っていってください。じゃあ欧州間合格目指して頑張りましょう。